はい、タコです。タヨです。さあ今回は、レコーディングしてみたということで、タカオちゃん、弟のタカオでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タカオです。よろしくお願いします。今回はですね、ちょっと14年前に、うん、僕らうちら夫婦の結婚式でオリジナルソングをタカオが作って歌ってくれたんですよ、はい、でそれを再現というか、まあ十何年ぶりに歌ってみましょうかという、はい、はい、あの時はタカオが歌ってくれたんやけど、うん、今日は俺が歌うそれを後でノンに見てもらうみたいな。まだノン、ノンしなかったですか。十何年前にさ、結婚式で歌った曲を、はい、次は兄貴が奥様に、はい、歌って、でターノンチャンネルでどんな反応するか見てみようかなと思ってレコーディングスタジオ来ておりますけども、あの2人で歌うイコール、まあ、エクスボールドというユニットをね昔やっておりましたので、まあ、それの復活もね、まあ、ちょこちょこやりながら、そうだね、はい、まあ、たまにやっぱね音楽も携わっていこうかなと思っておりますので、はい、早速じゃあ僕からレコーディング行ってきます。じゃあ僕はディレクションします。はい、それではスタート。ターチャンネル。ふと目が覚めた寝ぼけ眼の僕はいつも通り支度を始める。気がつけばそこに並んでいた朝食が今日もとても嬉しくて、探してたものは想像したものよりもっとささやかでありふれてる。いつも通り過ぎてく日々に小さい大きな幸せ、二人が気づいた時に少しずつ歩いていこう。差し込む木漏れ日、影が落ちるブランコ、昨日と同じ帰り道歩く。気がつけば腰の高さに来た笑顔が今日もとても嬉しくて、変わらないことは想像した時よりきっと健やかで愛されてる。当たり前に過ぎてく日々に大事なものが隠れてた、集めて君の元まで持てるだけ届けに行こう。流れ落ちるその涙は温かい嬉し涙、見守る人がいるから笑って行こう、笑っていよう。いつも通り過ぎてく日々に大きな幸せ、僕らはこれから二人この道を歩いていこう。歩いていこう。日々に大事
に行こう。